リースバーグは、オーストラリア出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。B リーグ2部西地区の香川ファイブアローズに所属している。西オーストラリア州パース郊外のカルディーニャ育ちで、高校は、ウィレットトンシニアハイスクールに通った。2013年と2014年に、SBL のコックバーン・クーガーズに参加した。2014年、オーストラリアのトップリーグである、 ナショナルバスケットボールリーグのパースワイルドキャッツに育成選手として入団し、2018年4月に成契約。2016年、2017年、2019年、2020年に優勝チームメンバーとなった。また、SBL のイーストパースイーグルス、スターリングセネタース、シボルのダンデノンレンジャーズでもプレーし、2015年に SBL の MIP を受賞した。 2019年と2020年はニュージーランド NBL のネルソン・ジャイアンツにも所属した。日本の香川での最初のシーズンが終了した後、2021年5月、バーグはニュージーランド NBL のホークスベイ・ホークスに加入した。2020年7月、前バスケットボールニュージーランド代表ヘッドコーチのポール・ヘナレがヘッドコーチを務めるジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ2部の香川、 ファイブアローズと契約。背番号25。新型コロナ流行の影響により、チームへの合流が遅れ、2020から21、シーズン開幕7試合目で公式戦に初出場し、シーズントータルでは50試合出場で、平均10.0ポイント、8.8リバウンド、1.8アシストを記録した。2021年6月、2021から22、 シーズンの契約を更新した。2014年にフィジーで開催されたフィバオセアニア U-19 選手権で優勝した。翌年、ギリシャ開催の U-19 世界選手権の候補にも選出されたが、チームメンバー入りは逃した。台湾で開催された2017年夏季ユニバーシアードのオーストラリアチームに選出され、9位になった。ありがとうございます。